あ、今メロディーまで行ったんですけれども、頭のイントロって、じゃあブルーシャトーを歌ってたグループの名前覚えてますか？ブルーシャトー。覚えてらっしゃいますか？ね、ブルーコメ。ここら辺が肝なんです。ここら辺でやっぱりね、曲はわかる、名前もわかる。あ、でも誰が歌ってたんだろう、どんなグループが歌ってたんだろう、そういうのを思い出すのも大事なんですよね。ブルーコメッツという、グループサウンズの一つですよね。その中の、5人いらっしゃって、その、代表みたいな井上忠夫さんが、ステージの真ん中で、あの人もフルート吹いたじゃないですか。そのコメロディーが、そういう歌を歌ったわけですよね。はい。